どうも、イケリナです。そしてこんにちは、今日も元気に姫路城萌えりんです。というわけで、今日元気にシーロークールチャンネルのお時間です。よろしくお願いします。はい、というわけでですね、今日はみんなでクレープを食べに来ました。はい、どうも、イケリナです。今日はですね、萌えりんと一緒に松井くんに行ってきたんですけれども、この後ね、チューニーさんとモエリンと3人で原宿でね、動画を撮ろうという話になっているんですけども、その時に2人にバレずにこう撮影しながら、私のまつげがね、どん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 増えていったら、アイラインでこうまつげを生やしつつ、最終的につけまをつけていこうと思うんですけれども、できるのかどうかというところでやっていきたいと思います。今ね、家にモエリンがいるんですよ。なんでこんなとこで撮ってるんです。これお風呂場なんだけどね、今頑張っていきたいと思います。それではレッツラゴー。はいはいはい、はい、やばい、謎に4つ。あ、でもこれあれかも、モエリンを真ん中にして、うん、あの一番食べれそうな選手だから。頑張って食べる、食べれます。はい、というわけでこちら、じゃーん、買ってきました。怖いよ。いただきます。わーい、バク。ここをまず救わねば。確かに、アイスだよ、やっぱやばいね、うん。あ、バナナ、バナナあった。バナナいいじゃん。でも結構バナナ支える役割も果たしてる、多分。チューあのね、お腹に結構たまる、たまりがち。あ、ごめん。よいしょ。なんだろうね。なんだろうね、なんか面白いものはあんまなさそうですけど、これもね、もうなんか溶けたものの、残りみたいな感じになって、ポテトポテトチップみたいな食べてる人ってさ、そうなんですね。いや、今さ、あ、こっちに、うん、あ、そうなの、めっちゃ美味しそう。カルビーじゃない、カフェ、カルビーのさ、あるじゃん、じゃがりこのやつが変わってんじゃん。あ、なるほどね。ほら、ちょっと固めだ、ほら。そう、この辺硬いんですよ。バナナだ。バナナか。バナナ。バナナ結構お腹に溜まるぞ。バナナ好き。バナナ結構お腹に溜まるぞ。バナナ好き。バナナ好き。うん。バナナはいける。あ、食べたい女子かわいいな。でも原宿ほんとクレープ屋さんめっちゃ多いですよね。そうなんだ。うん、ここからあそこまで3つぐらい食べたいから。なことはない。マリオンクレープもその向かいにクレープ屋さんあるしみたいな。あったね。時期はちょっとあれなんだね、やっぱさ、和洋折衷できてなかった。そうね。ちょっとここ厳しいですよね、このゾーン。先みちみちに詰まっている。皮めっちゃ弾力あります、ね、ある。あ、なんかちょっと破れてる。そうなんですよ。え、あ、ほんとだ、ほんとだ、破れてる。もう耐えきれなくなって、僕切腹。私がお茶を飲んでいる間に中の赤いところがちょっと見えた。もう危ないね。もう行こう、見える、もう行こう、危ない。ほら、うん、もう行きます。はい、いや、行けた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 よ。3人だといける、うん、ね、すげー、そんなに苦しくなかった。多分6対2対2ぐらいだよ、確かに。ような違いような救出、救出。うん、お、これでラスト、ラスト、うん、なんかあとはバナナ、バナナだ。紙食べてる。いったよ。いったいったいった。怖いよ。最初かかって。最初かかって。オッケー。オッケー。はーい。というわけで今日はこれで終わりになります。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。協力し合って。マチュケが、マチュケが。はい、ということでですね、こちらも無事成功しました。マツイク？え？何がついてますか？つけまつげ。まつげついてます。まつげついてます。で、切りか。そう。二人にこのクレープを食べてる間に、はい、バレずにいかにまつげを増やすことができるかという。あ、バレを買わなかった。つけてたの？ずっとここでこうやって。
へぇー、でもね、途中で気づいたの、あのね、松江くんに毛まつげをしてる人がいると思ったんだけど、撮影だとほら、女の子ってさ、もっと持った方がいいじゃん、うん、だからもしかして足んなかったのかなと思って、うん、なんかうちはイキリヌって結構、うん、結構抜けてるとこあるじゃないですか、だからなんか、まつげまずれちゃったのかなと思って言おうかな、いつ言おうかなって結構でも撮影止まんないしどうしようみたいな、ちょっとうちらのドッキリちょっと見習わないといけない、うちらもなんかやろうか、何やる、なんかやりましょう、何やろうか、やばい、なんかやられる前提で気づかなかった、気づかなかった、はい、大成功です。それではね、今日はこれで終わりになります。あ、そうだ、クレープ編も別にあげようと思うので、クレープ編も別にあげたい。それでは最後までご視聴ありがとうございました。ぜひいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それからツイッターとインスタグラムもやってるのでぜひフォローしてください。であと2人のチャンネルは下の概要欄に書いてあるのでぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではバイバイ、バイバイ、バイバイ。